はい、じゃこれが YouTube 動画になります。後で、見てみてください。で今日は足の踏み方、それをお話します。で足の踏み方です。理想の踏み方は軽い力で大きな音を出せるっていうのが理想です。もちろん全力でこう思いっきり踏めば大きな音が出るっていうのは当たり前ではあるんですけども、それをするとじゃあ5分間これを叩いてくださいって言うとすぐ疲れちゃうんでね。そうで、まあ、上手い踏み方をしないと全力で踏んでも音がちっちゃいってこともあります。はい、なんで軽い力で大きな音を出せるっていう踏み方をこれからお話します。まず、初めの位置ですね。これがドラムのペダルです。で、ここはプレートって名前ついてるんですけども、プレートの大体8分目ぐらいのところをつま先の位置で踏みます。こっちのペダルだとこの丸があるこの上の方です。でそっちのペダルだとヤマハっていうローマ字があるんだけども、それが見えるぐらいですね。その辺が大体8分目です。でまず足をこう乗せます。こういうつま先に乗せます。でかかとをちょっとだけ浮かせます。で浮かせる理由はつま先に体重を乗せたいからですね。でかかとを上げるとこの白い丸、これがビータって名前がついてるんですけども、このビータがピタってくっつきます。これがね初めの位置になります。まずはこの状態からスタートしていくっていう形です。でこのフットペダルは特殊な機械となってまして、ここにバネがついてるんですね。そっち側はね、右側にバネがついてます。そう、バネの位置はこっちは左で違ったりするんですけども、まあ必ずってほど、バネがついてます。で、バネがついてるんで足を離すとこう戻ってきてくれるんですね。これをうまく使います。で、ここからちょっとね、難しい言葉を使います。遠心力、これね、理科でそのうちやると思います。そう、遠心力を使ってあげると軽い力で大きな音が出せます。どういうことかっていうと、普段ビーターの位置、これですね、この白いの丸の位置はここなんですけども、一回ここに置いて離すともっと後ろにこう来てくれるんですね。普段の位置はここです。一回戻すとこの辺まで来ます。で戻った時に踏んであげると遠心力がより使えて軽い力で大きな音が出せるっていう仕組みになります。じゃあ実際叩いてみます。これから大きな音が出せます。こういう感じです。こういう風に動かす。はい、ここで解説なんですけども、今の位置からですね、このビータがなるべく下に行った時に足を踏んであげるといい音がします。でこれをぜひこの後やってもらうんですけども、ここで、間違った例ですね、いくつか紹介します。まずこれ小学生に多いんですけども、全力で足を上げちゃう、こういう踏み方これをするとあのこういうビータとかを踏んだっていい音がしなかったりとか空振りしたりとか、一番は狙ったところで、いい音が鳴らせないっていうのがデメリットです。どういうことかというと、足を離してでこうくっつくとき、くっつくときから踏んだときで時間差が生まれるんで、あのちゃんとここで踏みたいって位置で踏めなくなっちゃいます。はい、これが悪いことですね、一つ目です。で二つ目です。ペダルはこう斜めになってるんで、斜めに踏みたくなっちゃう人いるんですね。こう踏むときにこう斜めに、大げさにこう、こういう斜めに。そうするとどうなるかっていうと、まず椅子がこう後ろに行きます。あれみたいな。こう踏むと、なんか椅子がどんどんこう下がっていって、なんか落ちそうなんですみたいな形になります。はい。で、二つ目は足が前に行きます。こう。そうすると足が前に行くと、まあスリッパだとまあ平気なんだけど、靴下だと、ここに跡がつきます白い靴下だとね、そのここの部分がなんか先が黒くなったぞみたいなねそうなったりします。あとは、このビーターが常に当たったりすることもあります。はい、っていうので斜めに踏むとねあんまりいいことはないんで、真上に上げて真下に下ろすという、はい、でイメージとしてはかかとを上げてるんで、まあ、こう乗せると大体水平ぐらいで上に上げて、で3つ目です。これは、大人の方に多いんですけども、ポイントはここに来た瞬間に踏めるといいんだけども、足を上げて待っちゃう人たまにです。あれみたいな。待っちゃうとせっかくビーターが後ろに行ってるのに戻っちゃうんで、あれ音が鳴らないな、あれ音が鳴らないなってなるよ。なんで足をももから上げるんですが、上げたらすぐに、はい、結構これ思い切りが重要です。はい、とりあえずこの3つですね。この3つを意識して気をつけてみてください。説明以上となります。じゃあ、回ボタンお願いします。